はい、エジプト考古学者の河合です。今回はエジプト観光省に招待されて、エジプトの観光の素晴らしさを伝えていくという企画でもあるので、ホテルをですね紹介したいと思います。今日いるのがアスワンのソネスタ、ここはヌビアと呼ばれる新しいホテルで、できて1年ちょっと経つそうです。私もね初めて来たんですけれども、入り口から見てください。なんかすごい伝統的なヌビアの建築を表してるね、なんかすごいおしゃれですよね。で中ねレセプションがこっちなんですけど、あすいません落としちゃった、行ってみましょう。レセプションもなんかすごいおしゃれなレセプションで、なんか椅子もヌビアの、私も村に何回か行ったことあるんですけれど、それがそのまま置かれてあるようなレセプション、なんかめっちゃ可愛いですよね。模様もめちゃくちゃ可愛い、ヌビアンビレッジの絵になっていたりします。今ちょうどね夕日が照って当たってるんですけれど、ラマダン時期なので、もうすぐ彼らにとっての朝食ですね、朝食場所が設けられていて、今も続々と近くからエジプト人の方が来られているんですが、我々もちょっとせっかくなので見に行きましょう。はい、サラモレイク、サラモレイク、アラー、サラムレイクム、ハウユー、ハウユー、ナウ、イッツオケー、オーケー、サンキューバーマッチ、サンキューバーマッチ、ウィー、イッツアリリーグレイトオナーズ、ハブ、アルフユー、ヒアリン、アワー、ニューブレジャー、サンキューバーマッチ、プレシャル、サンキュー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 、シューシュー。もうね、続々とエジプトの方来られてますけど、行きましょう。いやー、もうちょっとですね。ここのところもラマダンのご飯が用意されていて、もうみんな続々待ってる感じですね。ラマダンご飯、朝食ですよ、朝食。サラームレイクム、サラームレイクム、サラームレイクム、サラームレイクム。もうちょっとです、夕日が沈んだらご飯食べれるんですよ、朝食。なんかこの辺で一緒に食べるのも良さそうですよね。あ、これは典型的なエジプトのご飯もありますね。サラームレイク、サラームレイク。エジプトのローカルなアイシパンですね。アイシバラディ。ショルバダッツ？ああ、ショルバ。アッツ。で、ここスープもあって、そら豆の、レンティルスープかな。レンティルのスープと。あとサラダがある。この辺ももう典型的なエジプトのやつですよね。ごまのペースト状のタヒーナ、ホンマスも混ざってるのかな、エジプトでサラダとかターメイヤっていうそら豆のコロッケなんかにもかけて朝食べるやつですよね。この辺も美味しいですよね。あと甘いこの辺りはコナファっていう、デザートがあって、甘いんですけどね、美味しいです、すごい。あ、すいません、ありがとうございます。でこの辺はもうやっぱりラマダン時期のお菓子がわーっとこうたくさんある感じですね。いいですね。そして夕日もうすぐで沈みますね。彼らやっぱりすごいですよね。水も飲まないです。なんかこうしっかりした人だと唾さえ飲み込まないっていうような、形になっていたりしますが、終わったらみんなでこういう風にしてご飯をね一緒に食べるっていう、なんかいいですよね。国を挙げてというか、これはもうムスリム全体なので宗教を挙げてこういうことをしてるっていうつながりがあるのが、いいですね。なんかこう苦しいっていう感じじゃないんでしょうね。もちろんみんな大変なんですけれど、それでもそれ終わった後にこういうふうになんか一体感みたいなものもあって、ね、いい感じです。サラモレイ、サラモレイ。はい、ということでラマダンエフタール朝食前の、ホテル紹介でした。
ぞ。お邪魔します。はい、ファッダルです。よいしょ、お部屋です。かわいい、ね、これめっちゃ可愛くないですか。これお家かな。お家めっちゃ可愛い。そう、冷蔵庫が多分ここにあって、何もなんか入ってないですけど、こんな感じです。めっちゃ綺麗、新しい。そう、新しい。よいしょ。でその隣にゴミ箱があって、そのゴミ箱も色々物がめっちゃ可愛い。ほら、可愛い。そう、可愛い、うん、そうそう、最初これ本当にゴミ箱かなみたいな風に思って、うん、でこの鏡、鏡もめっちゃ可愛い、カラフルで。これあのこっちの人たちが飲む水が入ってる。すごい。そうそう。これ外に置いておくと、どんだけ熱くても中の水めっちゃ冷たいっていう不思議な気化熱を応用した水。そうそうそう。でこのティッシュケースもめっちゃ可愛いし、手作り、全部手作り、木製の。そう、可愛い。で今日は2日目なので、ベッドメイキングがこんな感じになってて。そう、謎の白鳥と、これはどうしたらいい、どうしたらいいんだろうっていうお花が崩すのもったいないね。じゃあこっちで寝るわけで、そう、これ枕にしたらちょっとダメなやつ、名前がなんていうのかわからない、ヨーロッパとかのホテルに行くと上にあるやつそう、かわいい。こっちが、そう、昨日寝るときに夜遅く帰ってきて、こっちがヨットが2つ、うん、であっちがヨットが3つあって、違うんだ。そう、違う、手作りで、あ、違うと思って、でもう他見たら全然違う、そう、クッションなんだけど、でも昨日の夜何ももう疲れすぎて分かんなくて、あ、2つと3つ、3つだなって言って3つの方のよしって言って、そのまま寝たのよ。で多分こっちで寝たから、こっちの方が多分ぐちゃっとしてたから、多分こっちで寝てるってことでやってくれたのかなと。そうそう。で椅子があって、こっちにも机と椅子があって、よし。で外です。でもちょっと外行く前に、まずお手洗いとか、みんな気になる水場の事情よ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。バスタブある。え、そうだよ。え、バスタブあるじゃんそうだよ、私もいなく。あ、マジで。ちょっとそれは部屋によって違うんだな。部屋によって違うんですね。あで、これね、そうそう、トイレ古いの、ピュピュってこれジャーってするやつね。そう、あとムスリム の国なので、このウォシュレットが、ね、あるというね、トイレでの後はちゃんと拭けますよと。バスタブないのか。ない部屋もあるみたいですね。なるほどね。アメニティめっちゃ豊富で、そう、ね、そう、びっくりしたのがさ、この歯ブラシセット、ちょっと使っちゃったけど、歯ブラシがそう置いてて、そうそうそう、もうあれと思って、うん、今のところシェラトンとかでもなかった、エジプトのホテルで歯ブラシがあるって。そうだよね、そうそうそう、歯ブラシないとこ多いもんね。多かった。だからちょっとびっくり、え、ありがとうみたいな。で、あと、エアコンディショナーもちゃんとあって、うん、そう、今ちょっと消してるけど、暖房も冷房もできると。でも普通に、え、めっちゃ快適と思って、で、朝ここでお湯沸かしてコーヒー入れて、で、外でいよいよ、そう、いよいよ、よいしょ。やばくないっすか。うわ、やばい。ナイルビュー。ナイルビュー。タバコ吸わないけど入れ物も可愛い。ちゃんちゃかちゃんちゃか言ってる。あ。え、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗。暗くてちょっと伝わりづらいかもですけど。おう。すごい綺麗ですよ。朝とかね、すごい綺麗。多分めっちゃ綺麗、うん、全然この暑くない、その朝が、うんうん、7時、8時で全然外入れたもんね、うんうん、
朝ごはん私は外で食べて、そうそうそう、めっちゃ綺麗。あ、ここここここちょっと見えるんじゃない、あとサギがいる、サギがいる、そう、くちばしがとんがってるタイプの鳥さんはトキじゃないんです。トキは結構こう三日月系で、お、なんか車じゃなくて船が来た、うん、なんか、でも綺麗だよね、うん、でさ、そのそこのソファーめっちゃ飛ばしてしまったけれども、自分の多分あのテリトリー内にこの椅子があって、そうそう、朝さ、私さ、ここにこうやっていて、こうコーヒー飲んでて、あ、もうちょっとくつろぎたいなと思って、もうこうやってたこうやってた、こうやって仕事してたそう、あ、もうこれめっちゃいいよ、明日やってみ、あ、めっちゃいいから、これこうやってこう、こう素晴らしかったで、これ、そう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 、このナイルビュー、え、何これと思って、でこういうコーヒー飲むの、これやばと思って、これ住みたいってここに、そう、ここに住みたいって言って、でさ、あの蚊とかハエとかも一応その紫色見えるかな、あれでさっきからバチバチちょっとだけ言ってるんですけど、あれで、あの、あそこにハエとかが近づいたら全部こうバチってなっちゃうっていうやつ、あ、今言った、そう、そういうやつもあるので、虫は全然今のところ問題ない、ない、全然ない、これも可愛い、灰皿、灰皿、タバコ吸わないけどね、可愛い、なんかヌビアの全部カラフルでさ、線も太くて、そう、日本人多分好きな感じじゃないかなと思う。これが私のお部屋でした。めっちゃ可愛い。はい。ありがとうございました。いえいえ。ちょっとね、部屋によっていろいろ違うという新事実を。よいしょ。私、フィニングが泊まっているお部屋は、バスタブでもなくてシャワールームタイプのお部屋だったので。ああね、ここね、ちょっと裏話だと、河合先生の隣のお部屋だから、もしかしたら、この同じ、太陽、梅雨、梅雨、梅雨なす、そう、お部屋なのかもしれない。明日はルクソール、今日、アスワン最終日で、まあ、2日だけしかいなかったですけど、美味しい朝ごはん食べてルクソール行きます。ヤンラビーナ、ヤンラビーナはい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、まあ、どんどん良質な古代エジプトの、コンテンツを上げていきたいと思いますので、引き続きいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。